皆さんこんにちは、美レジェンドのダンです。今回は筋肉を大きくするために太る必要はあるのかということについて説明していきたいと思います。美レジェンドの公式 LINE ではお得な情報など掲載しておりますので、ぜひ気になる方はリンクをチェックしてみてください。筋肉を大きくするために太る必要があるのかということなんですけども、私が今まで増量、減量を繰り返していく中で体験してきた内容だったり、周りの選手の話を聞いたりと、筋肉が大きい人から聞いた内容を踏まえてお話できたらなというふうに思っています。結論から言うと、太る必要はないです。太りやすい人の方が大きくなりやすいんやろって言われるのは確かに、太りやすい人は大きくはなりやすいです。ただその理由としては、太りやすい人はご飯を食べられるから大きくなれるっていうことで、筋肉を大きくするためには確かに脂肪が増えるぐらい食事量は取らないとダメです。筋トレをすれば消費量が増える分、消費されるエネルギーが増えてくるんですよ。消費されるエネルギーが増えるということは、脂肪に変わる手前で必要としているカロリーが足りてない状態になってくるんですね。そうなってくると脂肪は落ちていきます。でも脂肪が落ちるっていうのは、カロリーが不足している状態やから脂肪が落ちるんですよ。脂肪が落ちないようにするためにはご飯を食べないとダメじゃないですか。ってなったら結局は太らないと大きくなれないっていうところから、おそらくこういう話が出てきたんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあそれはもう間違いじゃなくてですね、筋肉を増やしたいのであれば確かに脂肪は増やしていかなあかんかなとは思うんですけども、たまによくいると思うんですけど、そんなに大きくなってどうするんってぐらい大きくしようとする人いるじゃないですか。筋肉のためにって言って増量をしたりもすると思うんですけども、これを良いとはされているのはいるんですけど、必要が必要じゃないかって言われたら、僕は必要じゃないなっていう風に感じています。その理由としては、今体重が77キロなんですけども、以前は89キロとか90キロ目指して増量をしてたことがあるんですね。やっぱり脂肪は増えたんですよ。で、扱う重量も増えました。ただ、扱う重量は増えたものの、トレーニングの満足感っていうと、めっちゃ低かったんですね。トレーニングのパフォーマンスも低下してました。なぜなら、食べ過ぎてパフォーマンスを発揮しきれてないだったりとか、太って関節の周りに脂肪がついたことによって、関節の可動域が狭くなってしまって、思うような可動域でできていない。だから、可動域が狭くなるから扱う重量は増えるものの、増えた分の負荷が筋肉に乗ってるかって言われると、乗ってない状態になってたんですよね。だからやってもなんか物足りひん感覚があって、結果的にその時は25キロドロップで大会に出ることにはなったんですけど、その時はもう筋肉がそがれながら減量することになってたので、サイズも落ちてしまった、かつ扱う重量も落ちていった。この落ちていくっていうのも、やっぱり脂肪がなくなってくると関節の可動域が広くなるからか、重りの感覚が違うんですよね。だから重量が下がったのに今の方がきついぞっていう感覚を感じれたのも、やっぱ脂肪が少なくなった時なんですよね。って考えた時に、脂肪をいっぱい増やす太り方っていうのはあんまり向いてないなっていう風に感じています。で、周りの方々の話を聞いていても、すごい綺麗な筋肉をしてサイズが大きくなっていってる方々っていうのは、腹筋がうっすら割れてるかな割れてないかなって分かるぐらいの脂肪量で増量してるんですよね。たまにバキバキででかくなっていく人もいるんですけど、そういう人たちはどちらかというと天然のテストステロン値が高いので大きくなれてるっていうのもあるんですけど、やっぱり天然のテストステロン値っていうのは人によって個人差がすっごいあって、すごい胸毛が生えてくる人とかやったら、やっぱりテストステロン値が高いから筋肉も大きくなりやすいと思うんですよ。ただ、毛が薄い人っていうのはやっぱりテストステロン値がそんなに高くないっていうので、大きくなりにくいっていうのもあります。そういった人たちはやっぱりいっぱい食べてっていう必要もあるんですけど、たまに食べても太らない人っているっていう話を聞くんですけど、そういう人ってやっぱ食べてないんですよね。ちゃんと食べてないから太らないのであって、しっかりと太らしたいのであれば太らせる食事をしないとダメです。ただ太らせすぎてしまってもトレーニングの質を下げたり、減量の差が激しくなって筋肉が落ちたり、減量しない人に関しても筋トレをしているモチベーションを上げるには、やっぱり体がでかくなってる感じが欲しいと思うんですけど、食べ過ぎてしまって結局筋肉の雰囲気を感じるよりも脂肪感を感じてしまうと、ちょっとモチベーションが下がってしまうっていう方も多いと思うんですね。パンプアップって言われるトレーニングの時の筋肉の張った感じっていうのが目に見えた方が、モチベーションを保ちながらトレーニングをしていけると思うんですよ。それも考えた時に、やっぱり太らせすぎてしまうとモチベーションってやっぱ保ちにくいよねっていうのは、自分自身が90キロ目指して増量してた時に感じました。仕上がり体重っていうのが分かる方であれば、仕上がり体重からプラス10キロから15キロぐらいまでは、やっぱりモチベーションを保ってやっていけるんじゃないかなっていうふうに思います。筋肉を増やすためには、ある程度脂肪がちょっと増えるんじゃないかっていうカロリーを取らないと、やっぱり筋肉までしっかりと栄養が行き渡らないっていうのもあるので、しっかりそのカロリーっていうのをまずは認識してあげるべきかなっていうふうに思います。男性であれば、だいたい3500から4000ぐらい取ってたら、しっかりと増量できますが、これを綺麗な食事で取るってなってもすっごい量なんですよ。だから結局、しんどい気持ちにもなったりとか、で、これをまたジャンクフードで取ってしまうと、もう僕これ12月にタンパク質も気にしなければ主食をお菓子っていう生活をしたんですけど、この生活をすると、カロリー不足のはずやのに脂肪が増えるんですよ。これはもうすごい体感しました。だから結構カロリーさえ気にしてたら何食べても痩せれるって発信する人もいるんですけど、ペースありきの何食べても大丈夫なんで、主食を本当にお菓子とかにしてると食べてる量少ないのに体重も増えなければ、でも脂肪は増えるっていう良くない悪循環が入ってくるんですよね。基礎代謝が下がっていくっていうのと脂肪がついていくっていうのは実際に僕はすごい体感したんで、一番はタンパク質をしっかり摂りましょうってことですね。僕は12月タンパク質摂らなかったんですよ。それが原因かなというふうに思います。なので筋肉を大きくしたい方はしっかりとタンパク質を摂って炭水化物を摂って脂肪が減っていかないカロリーをうまいこと摂ってあげてください。これがまた難しいんですよね。人によって全然違うんですけど、僕の場合はだいたい3000から3500ぐらいで脂肪がつきにくい状態で増量することができています。その食事でちゃんとやってた時は74キロぐらいで体重は止まってコンディションがいい状態をすごいキープできていました。おそらく僕と同じような身長、なんなら僕よりも筋肉が少ない方っていうのはもう3000から3500でも全然いいんじゃないかなっていうふうに思います。ただこれをクリーンな食事で摂るってなると割と思ったよりも量が多かったりするので、ストレスを感じないようにちょっとメンタルを保てる食事内容で頑張ってもらえたらなっていうふうに思います。男性の場合は2500以下やったら脂肪がおそらく減っちゃう方の方が多いと思うんで、最初はやっぱ代謝が落ちてたりするんで2500で大きくなるっていうのはちょっと正直難しいんです。いろんな方々の話を聞いたりいろんな人の食事を聞いてきて3000はぜひ取ってほしいなっていうふうに思います。ぜひ皆さん参考に食事をしてみてください。トレーニングの質も重要にはなってくるので、トレーニングの質も上げれるように、手探りでやっていてもでかくならないって方は一度トレーナーに見てもらうのも一つの手かなというふうに思います。またよかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄に貼ってるリンクにもキャンペーンの情報なども掲載しておりますので、ぜひ確認お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。